自分が変われば世界は変わるなって思って今は生きていますね。大学を卒業した後に就職したのがいわゆる大手総合商社と呼ばれる業態でして、海外の駐在も経て今上海の方で貿易と物流の会社を経営していて、日本ではヒューマンプロデュースサロンというサロン業を経営しております。人の美だとかそういうコンプレックスを解消するようなサービスに興味があったので、有意義な仕事をできてるなと感じています。会社の売り上げでいきますと15億から20億ぐらいの売り上げにはなっております。非常にいろんな分野に仕事の範囲を広げていきたいっていう願望はものすごい強いですね。次回買う予定の車はベンツのゲレンデですね。どちらかというと器用で多趣味でいろんなことに興味を持ってしまう人間なので、やりたいことは全部やる、自分で欲しいものは自分から全力で取りに行く男だと思います。お二人は結構自分にとっても身近な存在なので、バチェラーじゃなくてバチェロレって出て楽しかったよって言ってやりたいなと思います。僕にとってはこれに参加することは人生をすごくワクワクしてくれる大きなきっかけになると思ってます。今回バチェロレッテという非日常的な体験をすることで気持ちも高ぶって燃え上がっていけばいいなと。もし福田さんとお付き合いをしてパートナーになったら、今回バチェロレッテとして出られた福田さんなので、実際の生活では僕が逆にバチェラーキャラになって、むしろ全力でおもてなしをしたいなと思ってます。